皆さんこんにちは。教育ライブチャンネルクルー第43回目です。現在日本時間9月15日火曜日お昼の12時です。エフェクトインターナショナルスクール池尻大橋校からお送りします。私は司会を務めさせていただく今井沙莉です。帰国子女を対象とした英語スクールエフェクトインターナショナルスクール多摩プラザ校の責任者をしております。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のメニューです。学校紹介のコーナーでは東京都文京区にあります広尾学園小石川中学校高等学校さんにお話を伺います。エフェクト教育クルーのコーナーではエフェクトインターナショナルスクールの金子先生に英語選択入試についてお話ししていただきます。それでは教育ライブチャンネルクルースタートです。はい、それではここからは学校紹介のコーナーです。本日はですね、広尾学園小石川中学校高等学校の奥田克美教頭先生においでいただいております。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。広尾学園小石川中学校高等学校は文京区の旧小石川加護町にある、村田女子高等学校が開校し、来年度2021年に開校する学校になります。閑静で落ち着いた佇まいの住宅地に囲まれて、都営三田線の仙石駅から、徒歩2分、山手線の巣鴨駒込から徒歩13分と、学びの環境と通学の利便性を備えた立地になっております。はい、今ね地図出てますけども、このように、まあ本当に環境としてはねとても静かな環境の中にありつつも、ね、通学にはかなり便利のいい学校立地になってるんですね。そうですね、はい、地下鉄から2分ですので、はい、これはかなり恵まれていると思いますし、はい、私もそうなんですけども、山手線ですと巣鴨、うんうん、あるいは駒込から歩いて来られますので、うんうん、環境としては申し分ないというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね早速ご質問していきたいんですけど、やっぱり広尾学園ということでね頭に、学校名に入りますので、こう今ある広尾学園さん と、なんかこう連携していくというような形でのスタートという形になりますかね。そうですね、はい、広尾学園と同等同質の教育を目指してまいります。うんうんうん、はい、教育連携校として2018年から、学園長教頭そして、今年度校長を招きました。で、広尾学園小石川の教員が、広尾学園の生徒を指導したり、また、広尾学園の先生方が、広尾学園小石川で指導に当たったりというふうに連携をしております。まあ、両校の指導力をそうやって高め合っていくと、そんなことを考えながら毎日生活をしております。なるほど、はい。で、2021年度の広尾学園小石川のスタートにあたっては、広尾学園の指導経験を積んだ外国人教員が、14名、インターナショナルコースの教育活動と学校全体の国際教育を推進してまいります。学校行事や部活動でも生徒同士で交流することができるというふうに考えております。なるほど、もうなんかこう低傾向というよりも一緒にも交流しながら常に同じような形での教育を作っていくというような、はいはい、盛り上げていくというような形になってですね、ですね、はい、いいですね。ではちょっと中身気になりますけど、コースについても教えていただいてよろしいですか。はい、コースにつきましては、2つの頂きがあるというふうにお考えいただければというふうに思うんですけれども、はい、中学校の定員はインターナショナルコースのアドバンストグループ、はい、AG と言いますけれども、はいはい、これが40名、はい、そしてスタンダードグループが40名、はい、そして本科コース40名、合計120名の学校です。なるほど、はい。高等学校はインターナショナルコースの AG が20名、はい、スタンダードグループが20名、はい、本科コース80名、うんうん、同じ120名なんですけれども、はいはい、中学校と高等学校では、構成が違いますので、なるほどそうですね、詳しくはホームページをご覧いただければというふうに思います。はい、今回は中学校を中心にご説明をしてまいりたいと思います。はいはいはい、アドバンストグループは海外在留、はい、あるいはインターナショナルスクールに通っていて英語に堪能な方に向いています。なるほど。イメージとしては英検1級から2級ぐらいです。スタンダードグループは
ほとんどミリ州であっても将来世界で活躍したいという方に向いています。なるほど、はい、この2つのグループが混在したクラスを2つ作ります。ですから例えば40人のクラスであれば、はい、アドバンストグループの生徒が20名、はい、スタンダードグループの生徒が20名、この40名が2クラスあるという感じですね。なるほど、別々のコースではあるんですけど違う同じ1つのクラスになるということですね、はい、朝のホームルームでは、はい、そうやって、お互いの特徴を出し合いながら、中身を深めてまいります。なるほど、はい、で、教職担任ですけれども、はい、担任は外国人教員と日本人教員のダブル担任制です。なるほど、なるほど、はい、まず、アドバンストグループの方からご説明をいたしますけれども、はい、先ほど申し上げたように朝のホームルームでは、スタンダードグループと一緒になるんですけれども、うんうん、授業が始まる1時間目からは、うん、アドバンストグループの生徒だけが集まってそこにあります通り、はい、各教科英語を中心に授業を展開しています。なるほど、なるほど、はい、数学とか理科についても英語で授業を展開すると。なるほど、はい、そこに科目の横に書いてある英語というのはその言語で授業をされるということですね。なるほどね、はい、国語とかあるいは社会の日本史、はい、そういった分野については日本語で行いますけれども、はい、それ以外は英語で展開をしてまいります。はい、一方スタンダードグループの方は、うんうん、ホームルームはアドバンストグループと一緒になりますけれども、はい、授業が始まりましたら、うんうん、原則、まあ、英語の授業以外は日本語で、はい、一部実技教科で英語を取り入れたりしますけれども、本科コースと同じような授業展開になります。はい、ダブル担任制がうまく生かされる、そういう効果を狙っています。なるほど、はいはい、ですからこういった英語、はい、あるいは国語、うんうん、それぞれの言葉を使って授業が展開されます。一部の教科で、スタンダードグループであっても、日本英語で授業を展開したりというふうになっております。すごく英語を効果的に活用していくというか、そうですね、学んでいくような仕組みができている感じですね。シャワーを浴びて、はい、最初、まあ、戸惑う生徒も多いんですけれども、うんうんうん、1学期終わるぐらいには、外国人の教員が話す言葉もきちんと分かるような、うんうん、そんな形になっているかと思います。また、国際社会で、活躍できる人材を育成したいという思いがありますから、国内、校内ではどこからでもインターネットでアクセスできます。なるほど、はい、1人1台 MacBook を持って、はい、そうなんです。学園生活をあらゆる場面で活用してまいります。なるほど、はい、校長が常々申し上げているんですけれども、はい、世界で活躍できる人材を育てたいと、はい、まあ、世界で活躍するというとどうしてもイメージとして英語になってしまうんですけれども、うんうんうん、そんなことではなくて、うん、日本で学んだこと、英語も一つの武器として、うんうん、あるいはツールとして使うのであって、うんうん、どこの世界であっても通用するような、そういう人材を育てまいりたいというふうに思っております。より真のグローバルを目指してというような、そうですね、そういうイメージですかね、はいはい、ありがとうございます。はい、そうなってくるところで、今広尾学園さんの方でもやっているインターナショナルコース、はい、生徒さんたちの様子というのもちょっとどんな様子か気になる方もいらっしゃると思うんですけども、 そうですね、そちらを教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、これが国際部の部長が今日参っておりますので、ちょっとバトンタッチをしてご説明させていただきたいと思います。はいはいはい、それではここからは国際部部長の高橋義久先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、インターナショナルコースの生徒たちのご様子についてということですけど、はいはい、どんな感じでしょうか。そうですね、はい、やっぱり AG、SG それぞれの生徒が、まあ、一つのクラスに入っていますので、うんうん、そのあたりでこうお互いにこうそれぞれ持ったいい部分を影響を与え合いながら成功しているかなというふうに思います。うんうんうん、やっぱりそれぞれこう海外で過ごしたり、まあ、日本の学校に通った生徒たちが入り混じる環境ですので、そのあたりでこうお互い最初はこう理解ができない部分もあるんですけれども、うんうん、まあ、一緒に長く生活していく中で、すごくこうきちっとこう理解し合いながらお互いを認め合うという環境があるかなというふうに思います。やっぱこう、はい、違う環境で育ってきた同士がこう相乗効果でお互い伸びていくというようなイメージがありますよね。はい、まあ、その具体的に申し上げますと、例えば SG の生徒は先ほど教頭の奥田の方からも話がありましたけれども、うん、本当にこう小学校の授業レベルでしか英語を学んだことがなくて、英検とかそういったところで言うとゼロレベルの生徒たちがいるんですけれども、
入学直後からですね、まあ、アートとかあとテクノロジーとかですね、はい、そういったこう授業をはじめとして、ね、まあ、オールイングリッシュで、まあ、ネイティブの教員から受ける授業っていうのはあるんですけれども、うん、はい、やはり先ほども話しあったように最初はかなり伴う部分があるんですけれども、うん、担当の教員だけではなくて、うん、その AG の生徒に、まあ、助けてもらうことで、うん、まあ、生徒同士の距離が縮んだりとか、うん、なるほど、あるいはそのこう人間関係をこう深めていくっていうような部分が、うん、まあ、一つ大きいのと、うん、あとやっぱり語学面ですね、うん、語学面では、まあ、AG は日本語と英語両方を理解する生徒がいますので、最初はやっぱりこう日本語を通して英語を学ぶという段階から、うんうんうん、徐々にその1学期の終わりあるいは学年が上がっていくにつれて、うん、英語で学ぶというところの段階に、まあ、入っていけるというところでいうと、すごくこう AG の生徒の影響というのは大きいのかなというふうに思います。やっぱり SG コースの生徒にとってはかなり衝撃的ですよね、初っ端入ったところはですね。でもそれをもう1学期の終わりぐらいですか、はい、そうですね、もう慣れちゃうもんなんですね。そうですね、やっぱり使わないと話せないっていうか、コミュニケーションが取れないっていう環境が、うんうん、まあ、実際にあって、ね、実は日本語を理解しているネイティブの教員は、まあ、たくさんいるんですけれどもそこはこうあえて日本語を理解しないということで、なるほどなるほど、そこの部分は英語で話してほしいということを英語で伝える形にしてますので、まあ、その SG の生徒たちも、まあ、いやおなくこう英語でコミュニケーションを取らざるを得ないという環境はあるのかなと思います。なるほど、はい、なんかこう、まあ、今 SG の方生徒さんにとってはすごく効果的なんで分かったんですけど、逆に AG の生徒にとってはなんかこう、はい、なんかメリットというのはありますかね。そうですね、やっぱりすごく大きいのは、はい、まあ、あくまでもその広学園小石川というのは日本の学校であるというところで、うんうん、ただすごく長くこう海外で生活してきていた生徒とか、うんうんうん、あるいはそもそもその国籍自体が日本ではない生徒も多くいますので、日本のその学校ならではのあるいは日本全体でのまあルールとか文化とか、そういった部分はこうなかなか理解できていない部分とか知らない部分が多いのが実情かなと思うんですね。まあそういったところに関してはその SG の生徒が言葉で伝えたり、あるいはその AG の生徒自体がまあ日本の学校に通っていく中で、まあ、SG の生徒や、うんうんうん、まあ、その他他のコースもおりますので、まあ、そういった日本人の生徒たちと触れ合う中で、うんうん、まあ、実体験として、うんうん、まあ、体験したり、うんうん、経験したりする中で、うんうん、まあ、学んでいくことで、うんうん、まあ、その日本の学校で生活するということにおける、うんうん、その何て言うんですかね、こう円滑でかつこう豊かな人間関係を築いていくっていう術を彼らを学ぶことができるのかなというふうに思います。なるほど、なるほど、はい、いいですね。じゃあ本当にお互いにという形ですね。そうですね、はい、もうそうなると最初はまあ英語力とかまあ考え方とかだいぶ違うと思うんですけども、混じってくるのは本当に1年後ぐらいにはもうほとんど同じような感じにはそうですね、なってきますかね。具体的な英語力でいうと、本当にまあ英検などを受けたことがない生徒でも、はい、中学を卒業する段階ではほぼほぼ全員の生徒が2級はまあ取得できていて、早い生徒に関しては本当に中学2年生の終わりとか、うんうんうん、中学3年生の途中で順位1級に合格してそのまま、SG ではなくいわゆるインターナショナルのコースに進んでいく生徒もいますので、そこはかなり本科に比べても早いペースで進んでいくのかなと思います。やっぱそういう環境の差ってのは大きいもんなんですね。そうですね、やっぱり使う量、うん、先ほどシャワーという話がありましたけれども、はいはいはい、そういった部分がこう圧倒的に異なるのかなと思います。はい、分かりました。そうすると、まあ、中学と高校で少しね、AG と SG のニーズが変わる、そこは何かあるんですかね。そうですね、現状はその、まあ、SG の生徒、SG、AG の生徒という形で中学は分かれているんですけども、はいはい、まあ、高校では一つに合流していくにあたって、そこはまあ高校に入学する段階でかなりこう生徒たち自身も自分の将来について考えていますので、例えばこういわゆる日本の大学入試という形で中学3年間で取ったこうアドバンテージを持って本科の形で進んでいくのがいい道なのか、なるほど、それともその海外ここまで来たからね海外目指したいとかっていうところで AG で進んでいった方が自分にとってメリットがあるのかというところは、まあ教員との面談をこう何回もこう重ねながら自分で最終的には判断していくということになります。もうそのあたりもこう生徒の意思をきちっと尊重したコース設定になっているということですね。はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。その他何か付け加えたいこととかありますか。はい、そうですね、はい、いくつかあるんですけれども、はいはい、こちらの方がその実際のクラスの様子でして、はい、こちらの写真はですね、はい、中学1年生が入学した後に2泊3日で行う学習合宿というか、まあ、チームビルディング合宿のようなものなんですけれども、はいはい、いいですね、実際の写真に出ているようにですね、うんうん、外国人教員がまあ担任となって、うんうん、先ほどダブル担任という形がお話があったと思うんですけれども、はいはい、あまりこうどちらかというと日本人はですね縁の下の力持ちのような存在で、なるほど、後ろのサポートに回ってそうですね、どうしてもその例えば
連絡事項とかでどうしても日本語で伝えなければいけない瞬間というのはやっぱりあるので、ね、そういった時にはサポートはするんですけれども、基本的にはまああの担任のメインはまあネイティブということで、うん、なるほど、こういった形でこうクラス行事もですね、日本人よりもまあネイティブの教員がメインで行っていったりとか、あるいは先ほど面談の話も出たと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、こういった形で早い段階からですね、日本人との面談ではなく、うん、ネイティブとの面談にまあ慣れていくことで、こう何かこう困った時にさっと日本人に行かない生徒というか、そういったようなところ日本語に頼らないっていうことですね。そうですね、僕じゃなくて、うん、ネイティブの方でしょっていうような形 の、 あの対応ができるっていうような形で、あのネイティブの方もその方が生徒一人一人のことを掌握できるので、その分はすごくこうメリットがあるというか、普段からもネイティブがメインの担任だということを伝えていくというのはすごく大きなメリットです。もう自然にそういう形を作っていくですね。そうですね、はい。最後もう一つはこちらがですね、はい、次年度その平陽学園小石川指導と同時にですね、はい、スタートさせていこうというふうに今現状考えている、はい、まあ、ゼロ学期という企画なんですけれども、4月から入学してくる生徒たちが、やはりですね、突然入ってきて、初めての担任がネイティブだったというふうになると、すごく驚くと思うんですね。なかなかやっぱりこう、それこそ性格的になかなかこう自分から表にこう出ていけないというか、会話ができない生徒たちにとっては、4月1日に突然こう出会った担任が外国人ってなってしまうと、あの学校生活がスムーズに進まない可能性がありますので、まあ、その前にですね、合格、まあ、入学が決めていただいた段階で、うんうん、まあ、必ずしも担任かどうかというところは別なんですけれども、うんうん、その、まあ、担任になる可能性のあるネイティブ教員たちと一緒に、うんうん、ちょうど近くに、学校の近くにですね、六義園というとても素晴らしい場所がありますので、ちょっとこう観光ツアーじゃないんですけれども、少人数のグループを作ってですね、オリエンテーションのような形で、まあ、陸源をこう巡りながら、まあ、少しこう英語に触れたりとか、うんうん、あるいはこう日本の文化を頑張って英語で、単語レベルでもいいので生徒側からも伝えてみて、花の種類でいろいろあると思うんですけども、はいはい、伝えてみて、まあ、少しこう言葉の垣根をこう取っ払うような企画ができればなということを現在準備を進めております。なるほど、はい、もうそういうところ もう学校としてしっかりサポートをして、スタートをきちんと切ってもらうと。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、まあ、まあ、これだけのね、内容の学校です。やっぱ入試日程とか、入試のことについてちょっと、知りたい方も多いかなと思うんですけども、はい、その話をちょっとお願いできればと思うんですが。はい、こちらまた引き続き、はい、奥田の、京都の奥田の方からよろしくお願いいたします。はい、はい、失礼します。はい、では小林先生、再びよろしくお願いいたします。はい、詳しくは、はい、ホームページをご覧いただければというふうに思うんですが、はいはい、国内で教育を受けた生徒たちは、はい、1月ないしは2月に、うん、国内の通常の学校さんと同じような入試がございますけれども、うん、国際性入試というのを用意しておりまして、うん、はい、まず資格が在留1年以上、はい、海外経験1年以上で帰国3年以内の方、はい、この方々については、アドバンストグループは11月の3日、はい、それから12月の14日、はい、この2回にわたって、入試を行います。はい、また、本科コース、それからスタンダードグループにつきましては12月15日に入試を行います。はい、国内の生徒は受けられない入試ですので、はい、ぜひ、在留経験を生かして、うんうん、受験をしていただければというふうに思います。うんうん、はい、もちろんその結果によって、1月以降を改めて受けるということもできますので、はい、ぜひ受験していただければと思います。なるほど、わかりました。で、過去問題が、はい、来年開校ですのでありませんから、うん、ね、はいはい、受験対策なんですけれども、うんうん、本科コース、それから、はい、スタンダードグループにつきましては、はい、広尾学園と同等の問題を用意しておりますので、はい、広尾学園の過去問題で、はい、対策をなさってください。はい、それからアドバンストグループにつきましては、はい、本校のホームページから、はい、お申し込みいただければ、サンプル問題をお送りいたしますので、はい、それで対策を立てていただければというふうに思っております。はい、また、学校説明会でございますが、はい、中学校の方は、もう4回行っていまして、はい、この後も10月10日そして、11月12月と説明会を実施してまいります。はいはい、
高等学校につきましては、一番近いところでは今度の土曜日9月19日、はいはいはい、それから、10月11月は2回ずつあります、うん、これもホームページからお申し込みいただけるようになっておりますので、うん、ぜひご参加いただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。本日は、広尾学園小石川中学校高等学校奥田克美教頭先生、あとは、国際部部長高橋義久先生においでいただきました。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではここからエフェクト教育クルーのコーナーに入ります。このコーナーではお子様の英語教育に関わるさまざまなお役立ち情報や受験情報などをエフェクトインターナショナルスクールがお届けいたします。それでは金子先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、中学校受験の中の、英語選択入試に関しまして金子先生にお話をしていただきます。はい、私も、教育英語教育に関わる、はいものとして本当によく近年この英語選択入試、うん、帰国子女入試と何が違うんですかっていうお話から本当にこの英語入試っていう言葉をよく聞くんですけれども、はいはい、増加しているっていうふうに我々思っているんですが、はい、具体的に今何校くらいの学校がこの英語選択入試を採用しているんでしょうか。今はですね、はい、首都圏模試センターによるとですね141校で、多分これは年々さらに増加していくだろうというふうに言われてますね。わかりました。でこの英語選択入試どれぐらいの英語力必要とされるものなんでしょうか。英語選択入試ってね、先ほどねご出演していただいた広尾学園小石川中高一貫校様の話もありましたけどもね、帰国子女受験ではないんですよね、うん、英語選択入試ってのは帰国子女受験ではないので、それほどね、高い英語力を求められるか、先ほどもね、一級からとなんていう声が出ましたけどね一級準一級、さすがにここまでね求める学校はそれほど、多くないと、本当に数える程度というところでしょうね、うん。具体的に何級ぐらいを持っていればイメージが湧きますか。なるほどね、141もあるのでですね、はい、幅がかなりありますよね、うん、なので英検でいうと、5級ぐらいからもう優遇5級から5級ぐらいからもう優遇しますよっていう学校もあれば、どうでしょうね、帰国子女枠で人気の SFC ですよね、はい、慶応の湘南藤沢になってくると、帰国子女枠受験と同等のもう英語力を求められるという学校もございますよね。わかりました。じゃあ、高いハードルっていうところではないっていう感覚、それともちょっと私のこれで感覚がそう先生もね、多分私もそうなんですよね、エフェクトに言うとですねこの辺がねちょっとなんかねブレちゃうっていうかね、はい、高くないって言えども、うん、言えどもですよ、小学校6年生でじゃあ英検3級、うんうん、準2級持ってる人が多いかっていうと一般はそうではないんでしょうね多分ね、そうですね、エフェクトだと普通にね、この前そうでしたけど、この10月かな6月かな、なんか受かって二次面接の練習してくださいっていう声がバンバン入ってくるので、小学6年生になってくるとみんなもう準2級持ってるのがもう僕らは当たり前なんですけどもね、なので高くないといえどもそのぐらいのものは必要かなっていうところですよね、うんうん、はい、わかりました。前回の放送の時に質問をいただいていた保護者の方のお子さんは小学校4年生で、うん、ご帰国されたっていうお子さんでしたけれども、じゃあ例えばそういう帰国生の方も、うん、この英語選択入試っていうのは視野に入れて考えていた方がいいものなんでしょうか。そうですよね、どうしてもね帰国子女枠受験やっぱりね、その先ほども出ましたけどね、その条件っていうとね、海外在留が1年以上で帰国後3年以内、4年生だと、結構これに当てはまるわけですよね、うん、となった瞬間に帰国子女受験をやらなきゃもったいないみたいなね、うん、ちょっとこだわってしまう方々が結構多い、うん、結構多いんですが、僕に言わせるとあんまりそこにこだわらずに、準2級、ね、帰国確かあの時は帰国時に準2級持ってますよっていうことはね、そういう子はねもう1年勉強したら2級取れちゃうんで、うん、2級前持っちゃってその間 3年間で国語算数を勉強すると、うん、もっとね選択肢が
広がるんですよね。なのでね、ここはね本当に検討のしどころ。もっと言うとね、その4年生で帰国したっていうよりももっと前に帰ってきたその低学年層で帰ってきたお子さんたち、はい、この層はね本当にもっともっとね、あの研究が必要だと思いますよね。あの残念ながらね、帰国子女受験ができないからということでね、4科目受験をに切り替える。別に僕は4科目受験をね否定してるわけじゃないんですけども、4科目受験切り替えるために海外で学んできた英語の英語をね捨てて、学習を捨てて4科目に走るって、これは僕の中ではね問題、はなはな疑問。これから英語が必要だっていう時にね、4科目のためにあれだけの英語力をね捨ててまでやる必要があるのか。だったらちゃんとね英語の学習をキープして、この英語選択入試っていうところに、チャレンジしていくっていうことを検討していただいた方が、より充実した中学受験ができるんじゃないのかなっていうのが私の考えですかね。なるほどですね、わ、はい、かりました。まあ、英語選択入試、まあ、頑張ろうとなった場合でもやっぱり算数と国語っていうのは大事ですね。あ、そこね、はい、そこはですね、あの英語選択入試って基本的にはね、あの先ほどその優遇がありますよ、いろいろ優遇があるって言いましたけども、パターンとして多いのが英語国語算数、もしくは英語算数、こういうパターンが多いんです。英語算数もしくは英語国語算数、でここの国語算数っていうのは一般受験の国語算数と同じ問題なんですよ、基本的には。あの帰国子女受験ってね、はい、そこで出される国語算数って比較的一般受験よりはちょっとあの優しめに作られてるんですけども、この英語選択入試で行われる国語算数っていうのは通常の4科目の受験と同じ、問題が出るパターンが多いので、となるとやはり難度はちょっと高いんでですね、この国語算数は勉強しておいた方がいいのかなっていうところですかね。なるほど、はい、分かりました。まあ、早い段階で帰国された帰国生の方もそうですし、まあ、低学年のうちから英語を学習始められた方っていうのは、まあ、ある程度早い段階でおそらく3級とかっていうのをね、はい、取得できると思いますね。その分国語算数に当てられるってことですかね。本当にね、本当にそうなの。先ほど言いましたようにね、4科目受験って、まあ、経験されてるね先生なんかそうですけど、はい、経験されてる方々は多分理解していただけると思うんですけどね、もう本当に過酷4科目受験もね、あの小学校6年生がねコツコツ勉強する、本当に過酷なんです。これがね1科目減って3科目になっただけでね、1週間でやらなければいけない勉強量ってもう全然違 う、 そうです、ね、全然違 う、 そうです、ね、1科目足りないだけど全然違 う、 うん、そこでさらにはね、じゃあその1科目減って残り3科目何、国語算数と英語ですよね、はい、で東高みたいなねエフェクト校に通ってる生徒は英語、まあ、3級準2級、まあ、下手すら2級を持っちゃってるお子さんですよね。ってことはさ、英語の勉強それほどね受験に向けて必死になって勉強しなくていいわけですよね、うんうん、残りは国語算数、そうですね、3年間あればできるでしょうっていうね3年間って2科目ぐらいはできるでしょう。で逆に言えばこの2科目を必死になってやることによって、うん、なかなかこう手が届かなかった学校に3科目で入学できるっていう、ね、なるほど、これは4科目をね、4科目しか、でき4科目受験でしかね、そのチャレンジができない生徒にしてみるとめちゃくちゃ羨ましい話本当にもう全然違いますから ね、 なのでね、まあ、正直言います、このね英語ができるっていうのはすごい中学受験の中ではメリットなんですよね、まあ、小学生もそうですけども、うん、この英語選択入試っていうのは出てきたおかげでですね、この、英語と国語算数っていうこのね、アプローチの仕方をね、まあ、我々の学校に通っているような生徒は特にそうなんですけどもね、帰国子女の低学年層で帰ってきたお子さんたちなんかもね、よくよく研究して、検討していただければなと思いますね。わかりました。さて皆様いかがでしたでしょうか。クルーのホームページにて皆様からのご質問を受け付けておりますので、ぜひお子様の教育に関して様々なご質問をご遠慮なくお送りください。それでは金子先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
皆さん、教育ライブチャンネルクルーいかがだったでしょうか。過去のライブを見逃してしまった方はウェブサイトに映像をアップしていますので、ぜひご覧ください。また過去のライブ映像とは別に、今までご出演いただきました学校さんからのホットな動画が少しずつアップされていますので、こちらもぜひご覧ください。次回第44回目は10月6日火曜日、日本時間お昼の12時です。ぜひお友達にもご紹介ください。教育ライブチャンネルクルーのウェブサイトで簡単に登録できます。それでは皆様ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。